はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。ここのとこね、中国のお話多かったんですけど、まあ、韓国もね、少し動きが、ほんの少しね、あるようです。中央日報ですね、2月13日、今日の朝の10時45分、タイトルはね、こんな感じなんですよ。ハリス大使米ジーソミア重要、青瓦台、調和でですね、調和での破棄論再浮上に警戒という記事ですね。ハリスさんの、あの髭を蓄えられたお顔の写真がデカデカと載ってますね。はい、この髭はうんぬんという話がちょっとありましたけどまあそれは今回は触れずに、記事こんな感じですね。韓国調和で、大統領府の一部から韓日軍事情報包括保護協定GSOMIA終了の動きが再浮上しているという中央日報の報道に関連し、ハリー・ハリス中韓米大使は、米国大使は、米国はGSOMIAは重要という立場と明らかにした。去年のね、秋でしたね、あれが11月でしたか、GSOMIA破棄となってえらい騒ぎになってですね、アメリカから、11月22日までやったんですけど、アメリカからですね、次から次へとですね、えらい人が韓国に入らはってですね、そう、GSOMIA破棄したらあかん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 って言い続けたんですね。その結果、破棄は猶予すると、僕らはいつでも破棄できるんやでという立場を守りながら猶予するという、まあ、ようわからん、決着というか、まあ、暫定措置が取られているのが現在でございます。でこれに関してですね、韓国側の理解はどうやら日本が去年の7月8月に行った管理、輸出管理の強化というものをですね、3ヶ月ぐらいで元に戻してくれるんちゃうかという希望的な観測があったみたいですね、どうやらね。日本側はそういうことに関して言及を与えていないと思うんですけども、まあ都合よく解釈すればそうなったようなことになるのでしょう。まあ都合よく解釈されるのは非常にお得意な方々ですから。でそれがですね、どうも3ヶ月あっても何も改善してへんやんという話になってですね、それやったらもう一回破棄やでっていうことを調和での一部の人がおっしゃってるという記事がですね、先日中央日報に載りまして、私の動画で取り上げました。でそれに関してハリスさんは、米国はGSOMIAは重要という立場というふうに明らかになさってるわけですね。記事続けますハリス大使は11日、ソウル中区チョンドンの中韓米国大使官邸、ハビブハウス、ザ・ハビブハウスで中央日報との単独で初めて聞く話で推移を見守りたいと話した、まあ、GSOMIA のことですね。これ記者が聞いてます。韓国政府内に GSOMIA 終了の動きがある、率直に初めて聞く話だ、カッココートミーフラットフッテと、まあ、そういう意味なんですね。コートミーカウトミーフラットフッテッド、僕はこの英語わかりません。もう少し確認してみなければならないが、どのように進んでいくのか推移を見守りたいと。実際にGSOMIAが終了することになればと記者が聞きました。米国はGSOMIAは重要だという立場だ、そしてGSOMIAは韓国と日本の二国間協定だ、GSOMIAが直面した挑戦過去チャレンジス終了意味は解決されなければならない、新たな状況については今すぐコメントしがたい、まあ、そういうね対話があったと。その時前回の動画でも言いましたが、韓国4月15日が選挙でございまして、共に民主党は絶対勝たなければいけないという、まあ、ミッションがあるわけでして、そのミッションをね果たすためには どう言いますか、国民の心をですね、自分たち側にググッと引っ張ってこなければいけないんですけども、足元ですね、経済がよろしくないわけでして、非常にこう状態は良くないわけですね、彼らが見るところの。
で、なんかないんかーったら、よし、これやーというのが、多分これなんじゃない、ジーソミア破棄なんではないかと。もう一回ジーソミア破棄とかって言ったら、あの国民が、そうだそうだって言うでしょう。で、そのまま選挙に突入して、共に民主党が勝とうという単純な戦略を描いてるのちゃうのというような記事が出てましたね、前回ね。うん、これまあ、この後、この、もう一つね、あのアメリカと韓国の間には問題がありまして、韓国に駐留しているアメリカ軍にかかっている費用をもっと払ってくださいとアメリカ側が要求してですね、約4倍、それ韓国が嫌やと言うて、その交渉が進んでます。米韓、あ、ごめんなさい、在韓米軍駐留関連費用を決める韓米防衛費負担金特別協定、括弧 SMA っていうんですね。SMA も重要な懸案だ。ハリス大使は SMA 交渉進行過程に関する質問に関しては、金額の数字をめぐっては溝が埋まっていない。Not close together と明らかにした。ハリス大使は今月中に交渉が再開されるのか、という質問には、私が交渉代表ではないのでよくわからないとしつつも、近く再開されればよいが、過去 Hope 2, Hope so と答えた。続いて、我々は合意に到達しなければならないという点で既に合意した状態とし、SMA 交渉は我々同盟にとって重要性が大きいためと強調した。最後の SMA6 回目交渉は先月14日現地時間にワシントンで開かれ、7回目交渉の輪郭はまだ出てきていない状態だ。うん、まあそんな記事でございまして、またうじゃ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 続きます。うん、結構長い記事なんで、ね、もうこの辺に しときたいと思いますけども、そうですね、あ、最後にね、あれのアカデミー賞の話が書いてある。はい、ハリス大使はこれに先立ち10日の米アカデミー授賞式で、ポン・ジュノ監督の映画パラサイト半地下の家族が受賞パレードを続けている間、職員と一緒に映画に登場したチャパグリを食べて祝賀ツイートを書き込んだ。すごいですね、あの韓国のパラサイトっていう映画ね、4部門でね、アカデミー賞取ってね、外国語作品で初めて。あれね、僕はね、あの外国語作品取れないのかと思ってたんですよ、アカデミー賞そのアカデミー賞のね、歴史を塗り替えたのがね、なんと韓国映画のパラサイト。まだ見てへんわ、見なあかんわと思いながらね、あのニュースを聞いていましたけども、もう韓国の方大喜びらしいですね。それは確かにね、確かにあれは近海ですよ。素晴らしいと思いますよ。あの素晴らしいって、まだ映画見てないのに言うなって話ですけど、いや、受賞したことはね、素晴らしいことであると思います。はい、そういうね、ものすごいいいニュースもあるんですけども、あのアメリカと韓国の間にはですね、またそのややさざ波が立ち始めてるんちゃうかなと。そもそもその SMA の交渉が、まあこれがね、あの開きすぎるんですよね、この差が。あの韓国側がええよっていうのと、あのアメリカ側がよこせという額が。でアメリカ側はね、 それをもらってね、あの韓国にあるアメリカ軍基地の韓国人従業員の給料を払ってるわけなんですよ。でアメリカはね、それね、くれへんやったらね、給料払わへんって今言うてるんですよあの日本にあるアメリカ軍の基地の日本人の給料も実は日本政府が負担してるんですよ。だから彼らは準公務員という扱いなんですね。あの雇用までは保障されてませんけども、まあ、そういう関係もね、韓国行っても同じくで、韓国側、韓国人従業員の給料は韓国政府負担であると。であれね、韓国の場合は、その協定、お金払います協定がね、1年ごとで12月で切れてるはずなんですよ。韓米防衛費分担金特別協定。だから、アメリカとしては暫定的に3月までは払うけど、4月以降は払えへんよって
言ってるわけなんですね。だから休業してくださいって言ってね。まあなかなかね、交渉のカードでございましょうけども、まあアメリカもそんな、なかなか容赦のない交渉をされますね。はい。で、これ、あのね、合意しなければならないことに合意したって言ってますけど、合意できんのかなと。で、もしかしたらね、合意ができずにね、在韓米軍の一部は撤退するんちゃうかなという観測さえ流れています。まあそうなればね、喜ぶのは北と中国ですけどね。あともうジーソミアに関してはね、これさっきも申しました通り、韓国の国内事情で、選挙を勝たなければならないという与党がね、共に民主党が選挙を勝たなければならないという選挙事情というのがありますんで、またですね、去年の11月のようにですね、ジーソミア破棄すんぜーみたいなね、その騒ぎが起こる可能性は十分にあります。あります。で12月に日韓局長級協議って日本で行われて、次は1月中旬ねとか言ってるのに、まだ行われていないんですね。多分その協議してもしゃあないから、お互いに会わんとこと、協議せんとこというような合意が成立してるんではないかと思うんですけども、まああのあれですね、今後それもですね、ちょっと火種になりそうな気配です。はい、この問題はまたね、ニュースが出てきたら喋っていきたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。